ヤリネック作曲トゥーブルーオスでした。ではおしまいにバレーズ作曲オクタンドルを聴いていただきます。エドガー・バレーズは1885年にフランスのパリに生まれ、ルーセルやダンディに師事した作曲家です。1915年アメリカを訪れ、後にアメリカに移って新音楽運動に献身いたしました。ではフルート宮本明康、オーボエ鶏武彦、クラリネット内山宏、ファゴット山畑薫、ホルン宮田志郎、トランペット北村玄三、トロンボーン伊藤清、コントラバス田中正彦、以上8人の方々の演奏でバレーズ作曲オクタンドル。